Hi. <laughs> えー、それからとこちら、やっぱりね、この束の太さは万引き問題、あ万だらけの,らの、ね、万引き犯が捕まりました、左投げ、え右投げ、左内はさん、まこちゃんからもいただきました、じゅんちゃんからもいただいております、えー、珍しい子は春日井さんからもいただいております、今回の事件によって鉄人28号が犯人の手に渡ってしまったわけですが、それよりも鉄人のコントローラーを誰が持っているのか、それが問題だと思いますが <laughs>、関係ないこと書いてある <laughs>、うんえー、の。騒動 によっっていいいろんんなな影響が残ったんじゃないかと思いますまず、万だらけにはこんなにしっかりした防犯カメラがあると報道されたことで、これは犯罪の抑制につながるかも分かりません、そして警察に至っては、こんなに騒ぎになってるのに万引き犯を捕まえられんのかと、だったら写真出しちゃえばよかったんだと、まあ、そんな話になっては、プライド総崩れなんで、捜査に気合を入れるんじゃないでしょうか、そしてまた、犯人に対しては、期日まですんなり返していれば、穏便に済んだものを、えー 場合によっては窃盗の罪で逮捕とかということでこれは13日に頂い,いたお便りなんでまだ途中のところでのお便りももちろん捕まりましたしねでこれ返せばということでもうとうに売ってしまってましたから返すことができなかったというようなことであります。このののの万引きについてででですすががおばちゃんんトヨタなとか屋ではですね女が店のものを取り 気づいた店員が追いかけるんですが、店の外に待機している車で逃げ去るという手口で困っていると聞きました。うんうん、あそのリスナーさんのご存知のお店から、はい。私が働くスーパーでは万引きではないんですが、親が買い物中に、えー、お菓子売り場に放し飼いにされたちびっ子たちが売り場のお菓子を食べ去る事件がしょっちゅうあり、お菓子の担当をいらつかせておりますと、それからじゅんちゃんから頂い,いております、えー。今度は子供に人気の妖怪 ウォッチのメダルを万引きしたお母さんの写真が公開されました万引きしたメダルを子供に与え子供は嬉しいかもわかりませんが万引きがバレた時にいじめられる可能性もありますよね妖怪ウォッチに関しては小学生の万引きも数多く親が代金を支払う形で時短になる報告も数多くあるみたいです一連の万引き報道で子供に万引きを注意するときは防犯カメラに取られているから万引きはダメだよと注意できるしお店側もダミーのカメラを設置しておくだけでも抑止力になりますね という万引きの実態、うん、こんな実態があるんですが、はいえー、不況で大変さん先ほど万引きの話の中で万引きは軽い犯罪と言ってましたがそれはぜひ撤回してくださいお店にかかる経済的損失は多大なものになるんですから1,000円の損を取り戻すために一体いくら売り上げをしなくてはならないか万引きによって潰れた苦しめられてる店書店とかスーパーとかどれだけあることかそれを考えてくださいしかも子どもたちも聞いてる夏休みにそれを口ばしって いいんですか万引きは軽い罪だということ、えエッチなことを言ってるのを前を潜めておりますが、今回の万引きの話は絶対許せませんと、こういうお便りをいただきましたこれ犯罪だってこと、坪井さんもずいぶん言って、枯ていの,あのいわゆる法律上の超超的なところでいくと、めちゃくちゃ軽いんですよと。だけれども、現状としては非常に影響も多くて重いんですよっていうお話だったんですけど。はい、はいはい ちょっとあの、話がね、届かなかったですね。ししこの方、初めてのメールのため、はい、乱暴な内容になってしまって、申し訳ありません。初めてでも、あのしょ、しょっちゅういただく方でも、はい、あの、それは別に構わない、ね、ことでありまつぶさんの意図は、やっぱ、この方と同じ、うん、あのね、ね、万引きというのは、いかに社会的に大変な、重大な犯罪かってことを言っていたので。軽、うんねはいあの過励犯罪だっていうのは、あの、量刑と殺人とか強姦とかいろんなのに比べて、 万引きというのはね、懲罰,の懲罰の中で軽いということです。はい、だから、だからみんながね、あの、軽く考えてるけれども、実際は大変なことなんだということを僕は言ったはずなんですが、軽犯の物資院刑さんです。万引きの被害映像の公開の是非ですが。 明確に犯行を証明できる条件付きならば当然賛成です。私は昔コンビニをやってましたし、今も酒屋をやっていますが、万引きは悩みの種です。はっきり言って警察は何もしてくれませんし、被害届を受理してくれれば、むしろ親切と言ってもいいくらいです。証拠あるのか全部見てたのか自分で捕まえて連れて来いそう言ってくるので、 捕まえて通報すれば、どうせ金持ってないんだから、取れないだろう。警察まで来て書類書かなきゃならないのは、時間がかかるでしょ。お前のところは儲けてるんだから、そのくらいいいだろう。こういうような対応をされました。これが僕が言う、あの、罪。あの、量刑が軽いもんですから、こんな扱いになっているけれども、お店側は大変な苦労してますよ、ということを言いたくて、軽いと。 いうことを言ったわけです。で、現にこの人も、軽く警察で扱われているという、はい、この体験。だけども、本当にお店は困っているということは、えー、もう一回これ、何度でも言いたいことだと思います。自3者って言われたって、ね、言われたらしいんですよ。こ,これが僕の言うつ、あの、刑としては軽いんですよ。というふうにされてしまっている現状。現状があるんですよ、事実と違う,のにとう,とうことでございます。はい